6時頃、午後6時頃にあの信号の真下に、トラックがあると思うんですけれども、あのトラック全く位置が変わっていません。ですからなかなか前に進めないという状況があるわけなんですけれども、そんな中で国道17号に接続する別の道路からも車が入ってきていまして、渋滞がさらに広がっているというような状況です。そして路面をこうカメラを下に振って見ていただきたいんですけれども、何度も何度も車が通ったことによって凹凸が非常に激しくなっているんですね。でさらに柔らかそうに見えるんですが、硬くてですね、タイヤも取られるということで、先ほど何度も何度も、車がタイヤを空回りさせるようなそんな瞬間もありました。ドライバーの方にお話を伺いますと、今も本当に長い間渋滞をしていますから、一晩この場所で過ごすことを確保していると話していました。はい、今速報が入ってきました。新潟県柏崎市で雪に埋まった状態の車から女性が見つかり死亡が確認されました。一酸化炭素中毒になった車が
からあさって木曜日は雨のところが多く、すでに積雪が多くなっている北陸や北日本では雪や雪崩などに注意が必要です、雨は次第に雪へ変わる見込みで、今度は山陰の市街地でも大雪が予想されます。また日曜日にかけて雪は続きそうです。警戒したい点をまとめました。まず今回大雪となった北陸付近では再び雪の量が多くなるほか、西日本の平地でも大雪になりそうです。また風が強まり猛吹雪となる恐れがあり、倒木などで停電が発生する可能性もあります。日曜日にかけて影響が長引きそうですから十分に備えてください。次です。日銀が今の大規模な金融緩和策の修正を決めました。これまで 0.25% 程度に抑えてきた長期金利の上限を 0.5% 程度に引き上げることになりました。日銀が金利の上昇を許容することに対して外国為替市場では事実上金融引き締めに当たるということで、円高円安が進みました。街の人からは